はい、皆さんこんにちは、田中さんのおぞんです。そして田中桜井です。これも宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価と通知をもよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は息の短かったキャラー、いやまあ、残念ながら、まあ、その、まあ、輝く瞬間はあったんですけども、それがちょっと長くは続かなかったというようなキャラを今回は紹介していこうかなと思います。はい。はい。いない。いないよ。さすがにね。さすがに。さすがに、さすがに。そんな、そんな。考えてやっぱキャラ出してますから。前提の話として、うん、はい。最初からどうしようもないキャラは入れてないですっていう。うん、はいはいはい。はい、うん、まあでもね、どうしようもなかったかどうかはやっぱちょっと自分次第かもしれない。まあそうだね。自分は使ってる可能性あるんでね、キャラがいなかったりとかしたらね、穴埋めでね。そうですね、はい、いやちょっとこれね悩むね。いや俺これマジ難かったんだ。うん、やっぱそんないないと思うんだよ。いやそんないないっすよ。そう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 、ちょっと一回輝いてなきゃいけないわけだしね。そう、輝いてなきゃダメです。一回輝いた。でもこれ俺の中では輝いたんですよ。俺の中ではね。すごい強調。じゃあまずタイガー桜井からっていうことですかね。はい、まあ、これはもう本当に何とでも言い終わる。何とでも言い終わる。言い終わりなさい。プロモティこれはねいやー俺の中では輝きましたかなり。かわいいし、かわいい、かわいい、かわいい言ってたらすごいですね。すごいかわいいし、やつみな女が大注目でまあちょうどあれですよ、未開ですね。まあそうですね、はい、2回56、2回の56、まあ、かなりねその難しいところでね、まあ、ギミック全対応、しているということで非常に強力な、はい、モンスターとなっております。はいはい何その配慮ね。でまあなんとかね細々とやってたわけですよ。はい、ロボットにキラー乗ったりとかね。はい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 、一応ね私厳選ちゃんとして挑戦権も行ってるんで、うん、まあ、結構頑張るなと思ってて、うん、頑張る。ギルティーとねタロマティで頑張ってやってたんですけれども、うん、まあナポレオン書きましてですね、はい、もうどう考えても分かんない。そうっすね、そもそも狭い遺跡だったのかなうん、まあ本当にギルティーで埋めれないところタロマティみたいなね。まあ、それはなんならヒンメルの方が強かったかもしれない。ああ、うん、あみたいなね、感じもあったんですけれども、マニュアル・ラッド・ポテプと、うん、ナポレオンと、ギルティと、まあ、ヒンメルがいたとしたら、もう席はありません。いやね、自強化にもうちょいパワーがある。SS 弱いんだよな。SS だったね、そう。うん、これって結局、その、後ろについてるその爆発部分に割り持ってかれちゃってるから、うん、すげえ高難易度で使いづらくなっちゃった。そうですね、うん、まあ、面白いワンパンとかできるけどね、キラーさせるところでは可愛いんですけどね。まあ可愛いしね、はい、まあ惜しい、惜しかった惜しいっていう、はい、まあでもまだね使われていないキラーなんかもねございますので、はい、はい、復活の兆しはありますので、今回ねこの挙げた短命キャラっていうのはね復活する可能性もありますから。まあ、はい、まあ、いやこれはもうキラーさせるも全然復活ありますからね、うんうん、そう、ご長寿の時に挙げたレムアルファ、大復活は遂げてますね。昔は短命キャラで挙げてましたんで、はい、よろしくお願いします。逆にそういうのもあるかもしれない。逆にいいみたいな部分もあるから確かに逆転する可能性もあるし、まあ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 ワン、うん、あるかな、どうかレムアルファちょっと SS が違ったな。はい、確かに。はい、じゃあ、いやこれねいいっすかいやでもこれは王道これにもどうなの、いやでもいやなんか時期的に絶妙っすね。はいはい、うん、そういうやつもいるから、ね、まあ、とりあえずあげますけど、まあ、そんないないから、はい、なんかこういうのを絞り出すしていくしかなかった。で俺は今使ってないんで、はいはい、まあ、こいつかなっていう感じ。タルタロス、おー、あー、はい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 、いやね、だから初っ端は良かったと思うよ、うん、その1日後とかだったかな、店員来て、うんうんうん、確か来たのがね、うんうん、はい、まあちょっと今となってはね、ナイトメアも出たし、うんうん、まあそもそもなんか使ってみたらあれはこのタフの方がよくねともなったし、うん、まあでも一時期そのナイトメアがさらっと出てきた時に俺スピードアップで補助強くねみたいな、うんうん、でもなんか伏せ姫がその出てきて、うん、
あれ伏せ姫の方がよくねってなってだからタルタロスは2回死んでるんですよね。はい、まあまあ伏せ姫は魔法陣解除できるだろうね。うん、だからタルタロスはもうマジでこうやってよーしやるぞって言ったところを1回、あやっぱ開かなくていいやって言ってブーンってぶっ飛ばされて、うん、その後ナイトメアが出てきて、お俺もまだやれると思ったら伏せ姫がボーンってきてだから2回死んでるんですよまあ2回死ぬやつってなかなかいないと思うんで、はい、分かんないよってね、入れてる人はいると思うんで、でね、弱くはないですけど、なんか俺的にはちょっと今タルタロス入れる枠ないかなと思いまして、はい、はい、ちょっと上げさせていただきます。こいつはね、水属性キラーって書いてもいいと思う。いや、それでもいいね。うん、つか2段目重すぎ。2段目が強いんだよね、確かに。2段目が強い、3倍オーバーもらってたのかな。3.5 だっけ、結構すげえ強いんだよね。すげえ強い、まあ、でも重いね。重いっすね。まあちょっと、まあこれからでもこいつは活躍の目はあるかな、復活の、うん、まあ友情コンボかける2のスピードアップっていうのは、まあそう貴重だからね。まあ今のところだと俺は短命かな、短命枠に入っちゃうキャラです。超越子もらってもよかったね、ぶっちゃけ。もう一声、まあ、属性限ならばもうちょい死んじゃないって感じだね、うん、高いですしね。はい、そう、こいつ高いよ、うん、はい、ババさんどうぞ。私はチョコンから出たのは霊遠鏡、おおっていうところなんですか。これは今年のマビノギオン私のマビノギオン、マジで表現正しい、マビノギオン表現正しすぎだろマビノギオンは表現正しい。いやこれ、まあ、要は空中庭園なんですけど、はい、あのあそこってね、なんかすごいね、なんか激しいのよ、なんか入れ替わりというか、うんうん、次から次になんかキャラが追加されてって。そうですね、そう、まあ、まあ例えば、まあ、反射で言ったら、まあ、多分重蔵とかいたりとかさ、うん、まあまあそのまあ、貫通軍団も、まあ、風光とかね、はい、あの風光とかの方がいいと思う、まあ、いたとかしたいんですけども、うんうん、で、まあ、最近で言えばやっぱりそのマムルですよ。マムル、マムル貫通ね、もう来ちゃって、もうすごいもう飲まれまくってるというか、なんかもう激動のフロアだね、うん、下の下に行っちゃってますねでもどんどん上から来るから、うん、こうなんていうか押し出されちゃうみたいな、わかるわ、感じになっていくっていうね。まあそれでも、それでもやっぱりね、まだまだその、まあ、適正枠っていうのは、まあ、やっぱり他のクエストとかね、その普通のイベントクエストに比べたらやっぱ狭い方なんで、はい、まあ、全然これありがたいっていうのもいると思うんですけど、なんとかトップ以上にはそう、渡つみちはやの方が多いねあそこに関してはもうユニーク1個は代用してないけど、そう、ちょっとパワーがちょっとね、どん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 上の人が出てきちゃうんです。いやこいつにハマってるふりなんだよねそもそも羅刹魔人だし、何魔族って、ネクロにしか刺さんなくねえ間違えちゃった、そう、これ間違えてる、これだってマフジエルで出すはずだったと思うよ。あ、それだったらまだ、まあ、あったけど、かかってたからね。それだったら普通に強いよりだね。そうそうそう、うん、結構よくねってなってた、うんうん、この魔族キラーはね、明らかに抑えた感が否めないっていうね、うん、これわかるわ。いや、いいとこ目つけるな、ここなんですよ、やっぱりしんどいラインというかいいとこということで、はい、レイエントでした。レイエントでした。さっきのタロマティの流れで言っていい？タロマティの流れあるの、こいつ不安がある、残るね、こいつ流れあるの同じ、あのね隣にいるやつじゃなくて隣にいるやつサルバ、サルバさん、サルバさんは何なんですか本当に。サルバさんは、うん、もしかしたら生まれた瞬間に終わってたかもしれない、そういうじゃないですか、うん、まあでも、やっぱ手持ちいない人は、手持ちいない人はもちろん、活躍したもちろんと思うんですけれども、まあダルタニア来ましたね。ああすぐ来た、まあすぐ来た、まあ、反射貫通違いますけどね。いや反射貫通違うけれども、うん、こいつはもうだって反射だもんこいつなんならまあどっちもいけるだろうん、なんか未開の50ね、未開のキャラなんですけども、なんか未開のキャラだよね、これは完全未開キャラっすね。まあそうだな、完全未開っすね。なんか未開のキャラになりきれてないんですよ。あそこ難しいからな、なんか壊してないよね、うん、まあただいける
体って感じ。そう、なんか別にさ、もう未開のキャラですって言うんだったらさ、あのなんか水属性のあのなんかパワー型の2人いるじゃないですか。なんかもう名前わかんない、水属性のパワー型の2人。そう、なんか似たような2人いるじゃん。水属性のさ、水属性のすごい優秀なさ、このパワー型の2人がいるでしょ。ギルティ、ギルティじゃない、パワー型2人。まあ、まずこいつ大久保利志。ああ、そういうことね、そういうことね。251年。あとこいつ、はい、正則。正則、もう一緒こいつら。この人たちは強かったじゃん、ちゃんと。まあまあ、正則は庭園でも刺さったりとか、ね、この2人はちゃんと強かった。で、ここまで来てほしい。あ、ここまで来てほしかった、シャルワには。なるほどね、うん、それぐらい特化してほしかった。はい。いや、まあ確かにあそこ難しいからな、壊してほしいかも。そう、だから俺結構ウキウキで引いたんすよ。おー、強らしいじゃんっつって、いやーっつって、がっかりで。まあなんか、うん、難しさ変わってないんだよね、こいつ入ったからといって。そうですね、うん、そこなんだよね。まあ一応ボス2位がちょっといいのかな。おー、うん、ボス2位がちょっといいのかなって感じで。まあなんか落雷とか便利ですけどね、絶対に反撃してくれるから、全敵の、うん、ただなんかね、カウンターキラーも意外と乗せづらいし、つかボス単体にするまでが難しいんで、あそこ。確かに。だからボスにキラー乗せてもなみたいな、雑魚処理楽にしたいっていうのが高いかな、うん、個人的には、うんうん、まあガブが強いね、だから、うん、ガブも強くて、まあもうガブダルっすね今。そうね、ダルタニアンが出てきちゃったらね、まあちょっときついかな。はい、なるほどね。そのシリーズかわいそうだね。のジャヒー、ジャヒーはでもまあジャヒーは強い、食らいついてるから。ジャヒーはマジ強い、ただやっぱこの独特感がね、うん、いやマナとかも出てきてマジでジャヒーはいい時代来てる、ジャヒー、うん、使いやすい。はいはい、じゃあミヤコ。いや、これね、うん、これマジなやついます。多分ね、確かね、うん、同日発表だったと思う。ない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 、ね、同日発表ありえない、そんなのだって。いやいやいや、モンドリこれ確か同日だと思う。はい、ゴッホ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 、あ、そうそうそう、下下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 カネちゃんよ。ああ、なるほどね。いやね、同日だったか。同日だったかな。まあ、ワープ転送。うん、まあ広告適正のゴッホ。あ、楽になるかもな。強そうだなゴッホ。これの弱点キラー S であの SS だったら結構いいな。こいつ発表されて。こいつギミキ対4つ。バランス型 SS も12段で言ってる。友情はオートジャペニー、コーボアップ。ねっちゃ短命って10分ぐらいってことだから。だけどその時広告が来てなかった。だからどっちだどっちだ、そうどっちどっちみたいな感じになってるところで広告出た瞬間に俺5個も使ったの、うん、使ってたのも俺見た。これショマリって金木と合わせないで、まあ金木も使いました、うん、金木やな。結果ね、なんか最初ゴホ強え、いやゴホ強えっつって、ゴホ強えわーナーイス、わこれめちゃくちゃいいわと思って、うんうん、いやちゃんと強いんだよゴホは。ゴホで金木、うん、を使ったらさらにちょっと上行っちゃって金木が、うん、終わっちゃった。まさに短命キャラだ。いやでも金木いない人は広告で使いますよ、うん、まあ8ターンで打てる SS も一応4ターン早いより早いんで、うん、まあ、若干いいところはあるけど、まあ大概食われてるかな、まあ、正直食いかれたらだから光属性で庭園さんみたいなところが来てノンアルみたいな使い方しないと、うん、金木を超えない、大体金木でいいんじゃないかな、うん、って思っちゃったかな、うん、
いやこんなに強そうなのに。いや強いこんなってもうすごいじゃんこいつ。いやでもちょっと金木に教えられたっていう。教えられた。いやちょっとでも時期がかぶりすぎててやっぱもうどうしても比較されるしな。もうこれどうしても比較されるんじゃないかって、なんか爆発誘発っていう部分もなんか金木も一緒だしなとか、うん、SS がちょっと短いぐらい、うん、まああとは、まあ、金木チャージ、まあ、足ちょっと速い。ダッシュ M はすごい。ダッシュ M はすごい。金木はすごい削ってくれるんだよな、ね、やっぱりな。うん、まあ足はちょっと速いの確かに。まあ、一応ゴッホの方がいいところも若干あるけど、それをもう覆いかぶさるように、そう凌駕する、ちょっと金剣がヤバすぎるかな個人的には。あーこれ同日だったか。こう多分同日だったんじゃないかな。でもまあなんかイベントすごい近い。でゼホンとかもそうじゃん、そうイベント発表だったじゃん。ゴッホもそうじゃん、イベント発表じゃん。あーニコ町とか、ニコ町かな、確か同日だったら。うん、ニコ町だった気がする。で、多分これも発表してるんです、そこで。うんうん。ってことだよね、この流れは。多分そうっすよね、この流れは。うん、だけど、広告が来てなかったから、なんかちょっと長いように見える。はいはい。希望があったんだ。そう、でも生まれた瞬間、まあ、マジで5分ぐらいでしばかれてるっていう。本当は。本当は。バレてなかったけど。バレてなかったけど。まあでも、金井級はそんな複数持ってなかったんで、全然5個チャンスはある。うんうん、まあ、ただ、コネクション使わなきゃいけない、ここで使うなら。なるほどね。はい。まあこれはでも俺は思っただけなんで、5個自体はちゃんと強いです、うんうん、これフォローしとくんですけど、5個はちゃんと強い、うん、お前5個と同族何回、まあ5個とだから組み合わせはいいんだよね、5個と同族何回かな気は、うん、だからね、ほんと天炎さんみたいなその羅刹処理みたいなやつが光属性でできたらいいね。線形も一緒何回、まあ、そうイコールじゃん。じゃんそうモンストの金木なのこいつ。オリジナル金木。オリジナル金木。いやあのだからこれを使えないですってなった時にゴッホ使えばいい。いやゴッホ使うでしょうね。まあでもゴッホはゴッホで、まあ、若干ですけど、うん、いい部分もあるんで、はい、完全にとは言わないですけど、うん、まあ今のところの環境だと潰された感強いなっていうイメージです。なるほどね。じゃあ私言っていいですか。はい。私はですね、ちょっとテイストが似るんですけど、クロッカスっていう人いまして、クロカスね、クロッカスっていう人いるんですよ。クロカス、はい、クロッカスか。まあこれは、まあ、空中庭園の人なんですけど、カスでしょ。いやいやいやツカスじゃん、ツカス。まあまあやっぱ庭園、空中庭園の位置ってやっぱりそんなにまあキャラが増えてないんですけど、まあ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 でもどっちかって言ったらクロッカスって、まあ後から増えた側なんだよね。まあチェシャよりも後ですね。そう、後なんで、うんうん、なんだけど、なんだけどなんだよな。これあえてこれを言える理由って何かあるの？わかんないけど、なんだか強い。まあ SS の決定力はある、ありますね。ただ条件がね、飛行気になるってならない。なんかその飛行はなりますよ。よくないってそのいやなんかやっぱさ、その入れるじゃん、そのね、永遠のやつをシンダ、そうシンダ入れるから、うん、シンダが飛行なんじゃん、うん、だからそんなにもうやっぱりもう枠がなくなっちゃうじゃん、そのシンダが演出したとすると、もうじゃあクロッカスの居場所はそこでスライドしてなくなっちゃうわけですから、うん、まあ代わりはクロッカスっすよね。いやそうなんだよね、うん、だからちょっと厳しいなっていう。まあ完全にまあ、あいつなんだっけ、シンナが出た瞬間に終わった感はある。そうだよ、ね、うん、そうで、そこまでのまあつなぎになった感じになっちゃって、ちょっとクロッカスをじゃあ入れるスペースはやっぱりなくなっちゃったかなって思いました。ちょっといろいろ渋いっすよね、うん、ちょっと強すぎたかな、その代わりのキャラが。クロッカスでどれぐらい出てんだろうね、進路。意外と半年ぐらい経ってんだろう。半…でもさ、1月でしょ、あの庭園って。庭園自体がね、2月か。あ、2月か、うん、クロッカスって…いや、クロッカスは最初からいたわけじゃん。そう、うん、最初からはいた、うん、最初からいたけど、結構直近だったような気がするんだよね。クロッカスのアリバイを今調査してる。スノードロップ、ヒヤシンス、クロッカス、はい、12月やん。
でも前ってことだよ、そのなんか去年ってことでしょ。去年の12月、うん、で、シンラとかのやつ3月 ?4 月どっちだっけ。でも、2ヶ月ぐらいはクロッカス使った気がするから、うん、4月なんじゃない、シンラは。まあでもその前にもう五条に潰されてるかもしれない。あそこのその1枠だったら、あもしかしたらちょっとなんか不憫なポジションになってしまう。2回蹴られてるかもしれないっていう2回に。はい、ちょっとかわいそうな。まあでもポジションです、全うしましたよ。いやまあね、まあ、納得はしちゃだし、まあ意外とそのやっぱそのチェシャネコ持ってないですっていう人もいたりするし、ね、いやそうですね。そう、まあそこがクロッカスのハマりポイントではあったんだと思うけど、そうちょっとチェシャネコが揃っちゃってるとなかなか枠がないのかなって感じだし、まあ草壁ね入れたらなおさらもう枠ないのかなって感じです。まあ死んだれたらもうフィニッシュでしたね、うん、なるほどね、はい、いや意外と被らないな。はい、ということでちょっと拍手はなんかちょっとおかしいんだよ。確かに拍手ちょっとしようとしちゃったけど、これ拍手はおかしい。じゃあこれは復活する可能性もあるキャラ。まあ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 、まあ、復活すると思う、信じたい。信じる。復活する、お願いする。モールス。おお、このキャラはですね、庭園10ですね。そうだよね。で確かに俺は最初使ってたんですよ、うん、はい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 。で、まあサギリも使ってみたいな感じで、はいはい、同じラインでね、うん、まあ結局俺はサギリで回ってたんですけど、全然モールス使ってやってた人もそのままねいたと思うんですよね、うん、ただやっぱちょっと芯が出てからはちょっと席さすがにないかなっていう。なるほど。感じで最近だとアクアも出たしね。まあ一応まだこれねトップ10に入ってる、うんうん、うんので、まあ、強いキャラだと思うんですけれども、まあ、一応ボスも水属性だよね。水属性、水属性なんで、うん、まあ、一応ボスにはダメージ与えられるみたいな感じなんですけれども、さすがにやっぱシン・アクアそっちを使うかなっていう感じで、うん、まあ正宗以外だったらそうなりそうだね、うんうんうん、今の、まあ、個人的にはちょっとやっぱサギリの方が扱いやすかったっていうのもあるし、だから結構落ちてきちゃったんじゃないかなと思ってますね。なるほど、ダメと。まあただ、うん、まあ貴族性だし、うん、復活の兆しはある。まあまあ確かに。村雲とかも出てきちゃったからね、同じラインで。天獣と村雲、川の村雲、うん、村雲もマジ強いっすね、天獣。天獣キャラなんですけど、うんうん、村雲どこだ。キラー持ってて、ボスとか、うんうんうん、その雑魚とかにもいた。まあ、モールスのちょっと上位感。ん？違うの？あ、そうだよ。これか。うん。はい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 。ボスにも EL キラーで、ザコにも EL キラーするんで。ああ。これ結構強いっすね。強い。まあ、自走手部分で、まあ、モールスの方が取れてるところもあるけど。ピンチ。まあ、結構マインテンソーって出てきてるよね。2個しかないからね。そう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 。でも、あそこって。ピンチ！モールスピンチです。ね。モールス可愛いしな、性能も結構まとまってるんですけどね。うん、まあ、結局は正宗が悪いって話なんだけどね。まあやっぱドクメーテアもあるんで、そうね、ドキラーとの合わせとかね、はい、やりそうだね、うん、これから、うん、確かに。ちょっとね、高難度向けのアビティセットなので、うん、今後どうなるかちょっと楽しみですね、うん、はい、はい、いやこれね、また金木関連なんですけど。多いな。いいですか。金木関連。2体単名にしてます。はい、罪な男ですね。そのもう1体、はい、羅生門。はぁ、はい、羅生門ってキャラが、まあ、金木のちょっと前に出たのかな。どれぐらいなんだろうな、秋は。確かに、これが水戸光圀よりも後だよね。確かに注目はされていたり、羅生門、あと光圀と合わせがいいみたいな。ケイン、まあ1月の後半かな、この感じだと。うん、いやまあ羅生門さん、まあ、ダメよ転送と。まあ未開の54で使ってた人がいるのかな、うん、だから光圀と合わせいいみたいな、ドクヒラーとね、うんうんうん、だが金木が出ました。
こいつは勘違いしてる。三つ国の相方は俺だぞってドフキラー持ってるし、そう、はいはいはい、我こそがふさわしいという顔をしている、はいはい、爆発だし、うん、そう、謎に堂々とした顔をしてるんですけど、本当の相方は金木です。爆発も持ってますし、まあなんかいろいろコボアップとかなんか条件合わせたら、まあ、まあ超えるわけですし、まあありがとうございました。ありがとうございました、ラジオモンさん。あんまりだ。まあどう、えマジで1、2ヶ月かな。多分。まあ5歩が最速なんですけど、はいはいはい、まあその次ぐらいにちょっとラジオモンさん潰されてるなっていう印象を私は受けました。あ、もちろんね、ラジオモンのいいところありますよ。加速壁を張るんで。まあまあ。全属性体制。あ、全属性です。アンチブロック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 やっちゃうと、うん、アンチブロック。まあ刺さるところがあったらね。刺さるところがあったらいいんですけど。鍵持ってないアンチブロック。うん、まあでもね、相方の三つ国も持ってないんでブロック。多分連れていかないかなと思いますね。一人で行く。一人で行くしかない。ワイバーンと合わせていくしかない。はい。まあてな感じで、まあちょっと正直。金木の影響で俺は結構2体ぐらい直近で生贄になってるんじゃないかなっていう。それこそ何万向きだよって話だよ、金木。いや金木はだからその細かいところまで含めたらおそらく、まあでもこれも結構率向上なんであんま高くないんで、うん、そうですね、まあ、だから4900円、これ4900円富を、まあ、5000円、5000円か、まあ、2体5個とかも食ってるわけなんで、まあ、つまりまあ21万ちょっと増えた、そう、価値上がったみたいな、はい、うっていう話なんですよね。1体で21万円分のキャラクターバック。いやもうほんとこいつは、うん、まあグールですね、まさに。、うん、食ってますね、食ってるか、うん、ってる、ってこう。はい、ってな感じで、まあラショーモンと、はい、なりました。個人的にはちょっとね、キャラ依頼者もちろん使うかもしれないですけど、はい、はい、じゃあ私はまだもうちょっと弾切れました、私。あ、切れた、切れた、はい、はい、負け、弾切れ、弾切れ。じゃあねー、そうっすね、まあもういないよりだけどね。いないよりってなんだ。うん。いやでも短命ギャロはねやっぱ少ないっすよ。そうですね。なかなか。いやなんか多分てか気づいてないところもいっぱいあると思うんですよね。いやまあそうだね。うん。そうだ。まあでもほぼいない。まあ多分人によって多分短命のスパンも違うと思うし。そうそうそう。まあなんか言ってもさ、俺らは全部持ってるからこう短命って言ってますけど。そう。うん。だから2番手3番手4番手5番手ぐらいではありますからね。うん。だから全然まあ別に。持ってない人は使うしね、うんうんうん、そこを豊富に、はい、はい、僕もういません。お、おじゃあここで、それでは、おいや少ない、うん、でやっぱでもその分のやっぱ語りが多いからさ、なんか結構いたように感じたけど、でもそうでもないんだよ、いやもう全然少ないっすね、うん、いやだからでも全員で発達、まさにラショーゴッホはその通りでした、うん、ラショーゴッホは中でもやっぱ一番被害被ってる感、うん、完全に上だからさ正直、うん、今の環境だと、うん、花木は悪、うん、いやグールだしょうがない。でもあれですね、限定キャラは一体だけでしたね、タルタロスだけだったから。そうですね、うんうん、まあ、タルタロスも人としは人によっちゃ使うしね、うんうん、出したけど、うん、俺はちょっとあんまり今入ってこないって言ってるだけなんで、うんうん、入るでしょ、全然入ってるんで、うん、金木はちょっと早かったね、出たのがね、金木はちょっと早すぎた、なんかこのね、オニキス星なぐらいよね、間が空いてればね。オニキス星な、うん、めちゃ空いてる。何年空いたのあれ。2、3年空いてます、結構空いてるよね、はい、クロッカスなんか懐かしかったです。クロッカス懐かしかったね。桜井さんと宮坊さんが、うん、生放送してた時に、うん、カスッカス何度も何度も言ってました。、うん、いや悪くないですよ、使いながら、使いながらね、しっかりお世話に、お世話になりながら、うん、まあ、彼の名前だったからね、間違えちゃった。
はい、はい、ということで以上になります、はい、我々メンバーシップもやっておりますので、それもねぜひチェックしてみてください、はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう、はい、バイバイ。